まあ、間もなく、あと4ヶ月で、リオデジャネイロオリンピックが開幕するということで、続々と日本代表選手も決まっておりまして、今、水泳の日本選手権が、もちろん、リオデジャネイロ選考会も兼ねた日本選手権が行われておりまして、昨日は、女子100メートルバタフライ決勝で、日本記録を持つ池江璃花子さん。この方まだ中学3年生、15歳ですね。で、優勝したんですけども、実は池江璃花子さんが今まで持っていた日本記録だと、標準突破記録を超えてないんで、で、いけなかったんですよ。優勝してもその記録を超えなければいけなかったんですけど、見事、派遣標準記録57秒77を超えて、57秒71。もちろん日本新記録で自己最高、初めてのオリンピック代表を決めて号泣と。俺これ見てた。はい、私も見てました。イケイ号泣を子供みたいにさ、ワンワン泣くんだよ。インタビューの時の。おーって泣いててさ、まあ、どんだけ苦労してくれアナウンサーの人から、少し気持ちが収まってからでいいですよ、みたいなことやって。うわーってなって、15歳。本当に、あんな大泣き。中学生ですよ。中学生。2000年生まれですよ、しかも。出ました。あ、そう !2000 年生まれ。21世紀の20世紀少年じゃないんだ。21世紀だよ。あ、20世紀最後。20世紀最後の年。20世紀最後の2000年。ミレニアム生まれ。そうだ。15歳。いや、でもあの涙はいい涙でしたね。もらい泣きしちゃいました。見てるだけでもなんか。すごいよな。気持ちがね。まあ、いけ、ね、あれ、年齢それ聞くまでさ、まあ、あんまり知識なかったから、ものすごい肩幅でさ、ものすごいからさ、年聞いてびっくりしちゃった。15歳。13。すごいね。大人かと思ったね。ぐらいですからね。肩肉ついちゃいますからね、こう。そういうことですね。でも不思議だね。水泳っていうのはね、オリンピック標準記録に届かないと出れないんで、そうですね。派遣標準記録を超えて日本選手権で2位までに入らないといけない。で、しかもこれ一発勝負？そうですね。一発勝負が、まあ厳しい勝負ね。その中で、まあ、その、なんていうの、派遣標準、なんか何、何なんとか、派遣標準記録、はい、まあね、世界見てたらね、まあ、なんだっけ、どっかのね、選手で、溺れてるような泳ぎ方した人もいたじゃないですか。ありましたよね。ありましたよね。まあ、そういう人もいたりするからね、その派遣標準記録にね、まあ、そんなにこだわんなくてもいいんじゃないか。だって、あれだもんね、その後でした、男子の平泳ぎの。100メートル平泳ぎ、北島康介選手が2位で入って頑張ったんですけど、2位で派遣標準記録を超えられなかったので、しかも1位の選手も派遣標準記録を超えられなかったんで。1位の選手ね、小関康弘っつうの。北郎の本名。あ、そうです。全く一緒です。全く一緒。まあ字は違うんだろうけど。小関康弘。すごい。それが、オリンピック標準記録に、0.、あ、じゃなくて、い、なんか、0秒03。0秒03足りなかった。0.03。そう、本当に03ですよ。0.03足りなかった。で、北島は0.3足りなかった。ちょっとですよね。1秒じゃないんですよ。でも、0.3と0.03。もう爪の先ぐらいな感じですよね。あんまりね、時計なんかも正確に測っちゃいけないなと思ったよね。本当ですよね。いや。昔のストップウォッチだったんですよ。いや。ストップウォッチ。いや、そこ、手で押すストップウォッチだったんですよ。あれ違う。あれ誤差ありますよね。誤差めっちゃあります。でも水泳タッチであれしますからね。そうそうそう。タッチで止まりますから、性格は。よくないね、タッチパネルとか。タッチ。間違ってタッチしちゃう。タッチしちゃう。やだ。まあね、まあ、それで、まあ、俺はなんかね、まあその後、これは今、ブラジル？リオ？はい、リオ。ねえ。もうあと4ヶ月ぐらい。そうです。やるわけで。はい。ね。で、その後、今度、東京？東京。みたいな。やるわけで。はい。まあね、そのなんか、ギリシャなんかは、オリンピックが終わって、まあ、その国がね、経済が大変なことになってたりするわけだよね。だからそういうことにはね、ちょっとなとか思うんだけど、うん、でお金もかけるしね、聖火台どこにあるか分かんないしね、はい、まあその辺もどうかなと思うんだけど、うん、でも昨日の池なんか見てると、うん、出してあげたいねっていうね、本当に
あの号泣みたいな。そうですよね。このために頑張ってますからね、彼女彼らはね。まあ、スポーツは分かりやすいからな。そうですね。ね、でも、リオもちょっと心配なの、太田さん。リオ、そうなんですね。今ですね、大統領の、はい、その、ルセフさんの支持率が 10% を切っちゃって、てるような状態で、今そう大統領弾劾に向けた手続きが進んでいて、もしひょっとして大統領弾劾が決まっちゃうと、4ヶ月前にして大統領交代っていうこともあり得る状況になっていて、でスポーツ担当大臣も解任されたりとか、あるいはまあ時価熱も流行っていたりとか、会場の整備が遅れていたりとか、チケットがまだ4割ぐらいしか売れてないとか、問題が続出しているという。ブラジルでもね、オリンピックよりも経済だみたいなありましたもんね、なんか。そうですね。普通はオリンピックが終わると経済がこうだんだん下がっていくんですけど、うんはい、ブラジル始まる前から経済がもう疲弊しちゃっている状況なんで、ちょっと心配ではありますよね。まあ、でももともとなんかこう先進国でずっと開催されてたものを今度はそうじゃなくてっていうね、アメリカ初めてですね、あったわけで、その、はい、なんかそんなに先進国じゃなくてもちゃんとやろうみたいなね、のがあったわけだから、まあ方向性としてはそこら辺はそんなにね、まあ裏側は知らんけど、間違ってないわけだけど、ただ大変だなっていうのはね、あるよね。はいはい。